グラフトネットワークの第6回目の授業を始めていきます。今日は最大流の数理の話をしていきます。今日の目標ですけども、最大流問題に関して次ができるようになるということです。で、一つは、流れというものが何であるのかを記述できて、基本的な性質を証明できるようになるということと、もう一つ、流れとカットの相対性により、流れの最大性を証明できるということです。で、今日はこの二つ重要な定理というのがあるんですけども、一つは最大流最小カット定理。で、もう一つは整数流定理と呼ばれるものです。はい。では、まず、この最大流問題というのを今日扱っていくんですけども、それが何なのかということを説明していきます。ですね、どういうことを考えるかというと、今日はですね、もっぱら、有効グラフを考えていきます。から、この V の方が、頂点集合。で、A は、5集合ですね。になります。それで、この有効グラフ、下のような方だと思ってほしいんですけども、この各個 A には容量という数値がついています。CA ですね。例えば、今この A から B に向かっている矢印個の容量は4であるというふうに思ってください。他の個にも容量ついています。容量はですね、一応、皮膚だと思ってください。皮膚。皮膚っていうのはこれ0以上ですね。0も含めて0以上ですね。だと思ってください。で、その他に2頂点 ST があると。あ、ここが書かれてますね。この容量は皮膚実数で2頂点 ST、S と T っていうのがあると思ってください。まあ、S と T は異なる必要はないんですけども、2頂点と思ってください。S と T。で、こういうものを与えて何をするかというと、ST 流でその値が最大のものっていうのを見つけます。で、その ST 流で値が最大のもののことを最大 ST 流って言うんですけども、今まだこの ST 流定義してませんし、その値っていうのも定義してないので、このままでも何もわかんないわけですね。意味わかんないんですけども、今からその2つが何なのってことを定義していきます。で、それはですね、この今考えている有効グラフと、円じゃなくて、個の容量、そして S と T ってものに対して、定義されるものなんですけども、それはどういうふうに定義されるのかってことを、まず、イメージをお伝えしますと、今、こう考えている状況があるわけですが、この各個の容量っていうものの前に、個っていうのは、これパイプだと思ってください。パイプ。で、今、考えたいのは、水の流れ、あるいは液体の流れ、のようなものをイメージしてほしいんですね。で、この容量っていうのは、このままパイプの太さに対応する。だから、1っていう容量は、細いパイプ。4っていう容量は、太いパイプに対応するというような気持ちでいてください。で、それでですね、この、パイプには向きがある。だから、1方向にしかこの水というか液体が流れないというふうに思ってください。それで、今ですね、ここに、水っぽいもの、流れが、ちょっと書いてあるつもりで、これ S から、A に沿っていくつか流れてて、C に沿って向かっていくつか流れてて、こんな感じですね。で、こんな感じのものが書いて。で、これ S から、この流れ始めていって、その流れたものが T に、吸い込まれていく。というような、イメージを持ってほしいわけです。今、この A と D の間のところ、ここには、流れてないような、図を書いてますね。で、こういうのを、今こう水で書いてるんですけども、それはこの各個ですね、パイプの中にどれだけ流れてるのかってことの量を、数値で表すということで表します。で、書いたらこんな感じになります。例えば、今この4のという太さのパイプのところでは、半分の分だけ流れてるんですね。半分が2ですね。4の半分2ですから、ここは2だけ流れてると思ってください。で、例えばですね、このパイプは容量、パイプの太さすべて使って流れてますから、ここは、2の容量のところを2だけ流れてるというふうに思うわけです。
この縦のところですね、この A から D に向かっているところは全然流れてないので、ここはまあゼロ流れているというふうに思うということにするわけです。で、そうすると、これ水の流れだというふうに思ってほしいので、今、S からですね、右に2、斜めに2、下に1だけ出てますから、これ SS からは、合計5だけ出ていってるわけです。で、出ていったものが、すべて、全く失われずに、この T のところに、流れ込んでいる。T に流れ込んでいる量は2たす3で、これやっぱり5なわけですね。ですか？だから、出ていった量が必ず、この全部 T に流れ込んでいる。っていうような形になっているというふうに思っています。で、そのためにはですね、まあ、そのためにはっていうから変なんだけども、じゃあそのためにはというやめて、で、これ、水の流れなので、例えば、この D っていうところにですね、今、この2、1、0、合計3だけ集まってきたわけですね。D という頂点で。で、そうしたら、この D が出ていっている量も3であってほしいわけです。過不足なく、この D に集まってきたものは全部流れている。D から B に向かって1、T に向かって2に流れているので、この出ていっている量も3になっているということになるわけですね。で、まあ、こういうような、条件をちゃんと、この値の割り当てですね。値値ですかね。数値の割り当てですね。まあ、これはその下の図で言うと、この水の流れに対応しているわけですけども、まあ、こういうものを、ちゃんとその式で書きたい。ということですね。どういう条件を満たすべきなのかと、書きたいというのが、まあ、流れになります。で、まあ、それを直感として持った上で、この ST 流というものを定義します。で、ST 流というのは、まあ、先ほどのその水の流れのイメージをしてほしいんですけども、これは、まあ、この各項に対して実数を割り当てているものだと思ってください。A に対して FA という数値が何かある。これがその赤い数値だと思ってくださいね。これが FA と思ってください。だから例えば、この3という数値は、この BT というこれに対して割り当てられているものなので、これは FBT というような形で、まあ、書かれるというふうに思ってください。ですかね。だから、まあ、値の割り当てなので、これは関数というところになります。関数。つまり、変じゃなくて項を与えたら、なんか実数を返すような関数だというふうに思えるわけですね。これまあそういうふうに書いているわけです。はい。で、この関数、あるいはこの割り当てっていうのが、次の2つの条件をまあ、制約って言いますかね。制約を満たす。と、それが ST 流と呼ばれるものになります。で、何かと言われると、一つは、この流量保存制約と呼ばれるものです。何かというと、ST 以外の頂点 V に対して、V へ流入する総量と、V から流出する総量が等しい。先ほど言ったこの D っていう頂点があったら、そこに入ってくる量は0たす2たす1で3なんですけども、出ていく量は1たす2で3で、これは等しい。ことですね。で、これが S と T 以外のどの頂点に対しても当てはまると思います。今ですね、ここに、これシグマで、この V へ流入する総量っていうのをちゃんと式で書いてるんですけども、これどういうふうに読むかというと、まずですね、このシグマの下にあるのは、これは U について足しなさいって言ってます。ですか？今ですね、この上の方で ST 以外の頂点 V に対してって言ってるので、まあ、この時点でこの V っていうのは、まあ、一つに、決まってるわけです。導入されてるわけです。で、その V はここに出てますね。で、そうすると、この UV っていうのは、これは、U を始点、V を終点とするような項になるわけです。だから、V という頂点があったら、そこに入ってくる項がいくつかあるわけですけども、まあ、その、始点の方を今 U として書いて、まあ、このような状況に当てはまる項がここに対応しているということになるわけです。で、そのような U 全体に対して、この FUV を足しなさいって言うんですね。で、つまりそれは、この V へ流入する。ここに与えられている F の値の総和になるわけです。で、一方、出ていってる方を見ると、これ出ていってる方ですね。こっち側ですね。右側。これはどういうふうになってるかっていうと、この和の部分が VU になってるわけです。まあ、V というのがあった、これは V を始点として、U を終点とするような項を考えていて、そういうものに、そういうその U 全体に対して、この FVU を足す。V から U に向かっている項における F の値を足し合わせるとなるので、これは V から流出する総量になります。ですから、その2つが等しいと言っているのが、この流量保存制約になります。はい。で、この下の図、これ、
ちゃんとこれ満たしてます。A においても、B においても、C においても、D においても、この流量保存性が満たしてます。はい。で、もう一つ、その制約があって、何かというと、容量制約と呼ばれています。これ何かというと、先ほどの水のイメージで言うと、その流れている水の量というのは、そのパイプの太さを超えてはいけないということですね。パイプの太さのイメージは、これ CA というこの容量ですね。この式だと思ってほしいわけですけども、この A の容量を FA、その F に流れている量っていうのは超えられないし、0を下回っていけないです。そのマイナスの流れ、負の流れというのはないと思ってください。で、この場合、下の場合もこれ満たしてます。要領が満たしてます。どの子においても満たされるということになります。はい。いいでしょうか。で、ちょっとこれは、まあ、まず、これ例としてほしいんですけども、じゃあこれは ST 流ですかと言われて、まあ、ちょっとこれ考えるわけですね。で、考えて、まあ、皆さんに一時停止してもらうことにしてます。で、考えて、考え終わったら、今から答えを言うんですけども、これは流れではない。ST 流ではないですね。流れだから ST 流ではない。と、まあ、書くべきでしたね。ST 流のことを、まあ、流れと言ったりするんですけども、この場合、この B という頂点において、流量保存制約が満たされない。なんでかっていうと、この入ってきてる量っていうのは2たす0で2なんですけども、出ていってる量が3だからですね。だから2と3等しくないので、満たされない。流量保存制約が満たされないということになります。いいでしょうか。じゃあ次の例ですね。これ2番目。じゃあこれはどうでしょうか。これは ST 流でしょうか。と言われると、これも違うんですけども、なんでかっていうと、このこう S から A に向かっている子において、容量制約が満たされない。ということになります。だからこれ流れではないです。3番、これどうでしょうか。これも流れではない。ST 流ではないということになります。なんでかというと、この S から D に向かっているところに流れているのはマイナス1だから0を下回ってしまっていますから、ここも容量制約を満たさないということになります。これどうでしょうか。これどこも0っていう値の割り当てですけども、これは実は流れです。ST 流です。先ほどのその、流量保存制約も、容量制約もこれ満たします。ので、これ流れです。から、まあ、注意してください。どこもゼロっていうのはこれ流れになります。ST 流になります。はい。それでですね、ST 流っていうのがあったら、F っていうのがあったら、今これ F がこれ関数ですね。カットしまった。F っていうのはこれ関数ですね。ST 流が関数ですから、関数で、それの値といったら何かというと、ここに書かれている量です。これを、その ST 流 F の値として定義し、これ VARF と今度書くことします。まあ、VAR っていうのはこれ VALUE ですからね。値は VALUE。なので、そう書いています。で、で、これ何なのかってことを、読み解くと、まずですね、ここに S がありますね。S。S 何箇所かあります。で、これは、この、初めに与えられている S ですね。この S です。で、それは、今、決まっているわけです。で、初めの和は、U については和を取る。で、U については和を取ってて、どういうところかっていうと、S を始点として U を終点とするようなところで全部で和を取ります。S があったら S を始点とするので、こんな感じですね。で、この出ていってるところ、ここ全体に関する和が、この初めの部分です。ですね。で、そこから何かを引くと言っています。で、何を引くかっていうと、S に入ってきてる部分を引きます。これは色を変えて書くと。で、これ S に入ってきてる部分ですね。だから気分は、なんかこう S にこう入ってきてるものがあったら、その入ってきてる、ような子全体に対して、この和を取ります。だからですね、今、まあ、この例では、S という頂点の入り次数、入ってきている子の数っていうのは0なんですけども、まあ、一般的にはそうだと限らないんですね。だから、そういう時には、この入ってきている子の上で流れているものも、を引いてあげるということにします。で、そうすると、これ何を表しているかっていうと、S から正味出ていっている準流出。
を表すことになるわけです。だからこれはその全体としては、これは S からの準流出。準流出っていう言葉が通じるかどうかわかんないんですけども、だからその、正味って言うのも伝わるかな。正味出ていってる量ですね。だからこの、入ってきてる分だけは、しまった。間違えた。入ってきてる分だけは、入ってきている分だけは、まあ、差し引くということを、まあ、しているわけです。ですね。それがこれです。でしょうか。で、まあ、この下の例で見てみると、S からは、まあ、出ていってる量が2足す2足す1で5で、入ってきてる量はないので0。0の方向で0になるわけです。ということで、この流れの値は5になります。よろしいでしょうか。で、ST 流 F が最大 ST 流であるというのは何かというと、値が一番大きい ST 流であるということです。だから、まあ、直感は何かというと、値が最も大きい ST 流のことを最大 ST 流と言います。で、まあ、これちゃんと定義しようとすると、こうなると。2の ST 流 F プライムに対して、F プライムの値と F のプライムが、F の値を比べると、F プライムの値が F の値以下であるということになるということですね。で、まあ、実際、ここに書かれている、この最、ST 流っていうのは、最大 ST 流なんですけども、まあ、それがなんで最大 ST 流なのかってことは、ちょっと今後、証明していくことになります。それでですね、注意がありますね。最大 ST 流が存在するということは当たり前ではないって書いてあります。これ何かというと、前々からですね、最大マッチングというのをやったんですね。で、最大マッチングって言ってるのは、マッチングの中で要素数が一番大きいものだったわけです。で、よくよく考えると、最大マッチングっていうのは存在するのは当たり前なんですね。なんでかというと、グラフ、その時は無効グラフでしたけども、無効グラフが一つあったら、その中に、存在するマッチングっていうのは有限項しかないわけです。それはなぜかというと、偏部分集合だから、マッチングは偏部分集合だから。だから、マッチングっていうのは有限項しかないので、その有限項の中の、一つ一つをですね、見ていって、要素数を見て、一番大きいものを選べば、それは最大マッチングになるわけです。一方ですね、この ST 流っていうのは、これ関数だから、無限にあるわけですね。ST 流って無限にあるんですよ。で、無限のものを一個一個見ていくってことはできないんですね。できないんですね。まあ、無限だからできないっていうのはそう言っていけないんだけど、まだ、無限にあるので、先ほど言ったように、マッチングの時のような議論はできないんですよ。一個一個見ていって、一番値が大きいのを取ればいいということは言えないので、だからこの最大 ST 流が存在するかどうかってことは、そんなに簡単にわかんないんですね。簡単にわかんないというか、自明ではないというか、当たり前ではないんですよ。で、これ本当に当たり前ではなくて、これは本当はちゃんと考えなくちゃいけないんですけども、後からやる話では、ある場合にはちゃんと最大 ST 流というのは存在するってことを言います。ので、まあ、そういうつもりでいてください。はい。でですね、ちょっと、用語を定義します。記号と用語ですね。ST 流 F があったら、各頂点に対して、この F プラス V とか F マイナス V っていう言葉を定義します。この F は、この ST 流から来てると思ってください。で、何かというと、F プラス V っていうのは V からの流出です。だから V という頂点があったら、その V から出ていっている V を始点とする項の上の F の値を線に足したもの。これが F プラス V です。で、一方で、入ってきてる方を指しているのが F マイナス。で、これは V への流入です。だから V があったら、この V に入ってきてる方ですね。こっちを全部足しているのが V への流入です。で、なんかプラスとかマイナスとか出てきて、ちょっと、嫌だなと思うかもしれませんけども、初回、第1回にですね、デジ数。これ V のデジ数。V のデジ数っていう言葉があったんです。これはその V から、
見て、その V から、V を始点としている個の数のことを言ったわけですけども、まあ、その、この時もこのプラスを使っていて、この出る方を表していたので、まあ、同じようにプラスを使っているというふうに、まあ、思ってもらえば大丈夫です。マイナスの方。すいません。マイナスの方そうですね。入り実数という言葉がありましたけども、そのマイナスと記号の性格が対応しているわけです。で、この時、F プラス V マイナス F マイナス V は V における準粒子。先ほど値を定義するときにも、その S からの準粒子というふうに言いましたけども、まあ、S における準粒子といった方が良かったかもしれません。つまり、その正味 V から出ていってる量のことを、を表すには、この F プラス V マイナス F マイナス V を考える。じゃあ、正味入ってきてる量、準粒子を考えるんだったら、それは F マイナス V マイナス F プラス V を考えるということになります。この流出の方、準粒子の方を、F の V における境界と呼ぶことがあるんですけども、まあ、この言葉、この授業では使っていかないので、まあ、言葉だけを紹介します。はい。で、この記号を使うとですね、まあ、ただ単にこのシグマを使わなくていいだけなんで、ちょっとまあ、見た目が簡単になるだけなんですけども、あんまりこれ使っていくといちいちこの記法を思い出す必要があるんで、あんまり今後使っていかないかもしれませんけども、ちょっと、今から10分ぐらいちょっと使います。で、なんでかっていうと、まあ、これを使うと、今言ったみたいにシグマを使わなくて良くなるので、有量保存制約は書き換えられて、どうなるかというと、ST 以外の任意の頂点に対して、その V に入ってくる流、V が出ていく流出と V に入ってくる流入が等しいということになりますし、ST 流 F の値っていうのは、S における準流出であるというふうに書けるということになります。いいでしょうか。ここまでは記法と定義だけですね。で、まあ、この記号を使って、ちょっとこの流れ、ST 流の性質をいくつか見ていこうと思うんですけども、一つ目の風スイッチ。これが目指します。これは二つの等式です。で、何かというと、じゃ右から見ていくと、これですね。これは、頂点 V における流入を頂点について全部足したものです。いいですか？で、これは、頂点における流出を全部足したものと等しいっていうのが初めの統合です。で、これ下の例を見てみると、どういう感じかっていうと、例えばこれ A という頂点を見たら、A の流入、これ2です。だからこれですね。で、A の流出は2たす0で、A における流出は2たす0で2ですね。で、この一番右ですね。F-V の和というのは、ここになります。14です。F-V をその全ての V について足したもの。14です。で、F プラス V も、まあ、この例において、全て足してみると14になって、この2つが等しい。これが初めの、右側の統合です。じゃあ、左側の統合の左にある、これ何かというと、これは、全ての個 A における、この F の値を足したものになります。さあ、この例においては、この FA の和というのは、ここに現れているこの赤い数値を全部足したものです。だから、この場合、ちょっと計算してみると、1プラス2プラス2プラス1プラス0プラス2プラス1プラス2プラス3です。こうなります。で、これは計算すると、多分、1で、5、6、7、8、9、10、あれ、間違ってる。5、6、7、8、9、14が合ってますね。14が。で、この14、これ、この数値と同じ。ということですね。ことが成り立ちます。これは、まあ、演習問題になっていて、握手誤題の証明を思い出してもらえば、握手誤題というかですね、まあ、有効グラフの握手誤題の証明を思い出してもらえば、同じような証明になります。ので、まあ、これ、成り立ちます。わかります。まあ、だから何なんだってことは、これを使うといろんなことがわかるので、これを使っていきます。で、まあ、これ使って何かというと、次は何かするかわかります。何かというと、任意の ST 流 F において、S における準粒子は T における準粒子に等しい。
初めにその流れのイメージを持つときに S から流れ出てるものっていうのは全部 T に吸い込まれるっていうふうに言ったんですけども、それはちゃんと式の上で、証明できます。証明できます。っていうのは、その先ほどのその制約がありますね。制約というか、まあ、性質1を使うと、これが正しいということが言えます。で、実際にどう言えるのかということを今から言っていきましょう。有量保存制約は何だったかというと、任意の頂点、ST 以外の頂点において、F プラス V と F マイナス V 等しいですよっていうふうに言ってました。ってことは何かというと、その ST 以外の V について、頂点 V について、F プラス V を足したもので F マイナス V を足したものは等しくなるということがわかるわけです。ですか？一方で、先ほどの性質1から、F プラス V を全ての頂点で足したものと、F マイナス V を全ての頂点で足したものは等しいということがわかるわけです。で、そうするとですね、この1番の式、上の式と2番の式の違いは何かっていうと、上の方は S と T を除外してるんですね。で、下の方は S と T も含まれてる。ってことなので、上から下を引くと S と T におけるこの FV と F プラスと F マイナスの値が残ります。それをやりましょう。式2から式1を引くと、左辺の方は S と T における F プラスの値が、残って、右辺の方では F マイ、S と T における F マイナス値が残ってきます。いいですか？いいですか？で、これを、この式を、S に関するものを左こっちですね。左。T に関するものを右に寄せると、こうなります。で、そうすると何だったかというと、これは、S における準流質ですね。流出になって、水の方は T における準流量になります。はい。ということで、これ証明したかったことになるということで、証明できたということになるわけです。いいでしょうか？証明したかったことです。はい。で、ですね。まあ、こういう形で、だから今言いたかったことは何かというと、ちょっと戻りますと、どれかな。S、だからこれ S における準流によって、これは、まあ、定義から F の値なわけですね。なんか F の値っていうのは S における準流出を見るっていう見方もできるし、T にどれだけその流れてきてるのかと、流れて入ってきてるのかということを見るのと、見るのと、その二つ同じなんだってことを、この性質には言ってるというふうに思ってください。だから、二つの見方は同じ値を最終的に与えるので、まあ、どちらで見てもよいということになるということです。はい。でですね、最大流問題っていうのは、まあ、いろんな場面に出てくるんですけども、先ほどその、まあ、水の流れのようなイメージを持ってもらったので、まあ、その水の流れではなくて、これは実はこの道路ネットワークをモデル化しているんだっていうような、イメージを持つというやり方もあると思います。そうすると、この S っていうのが、例えば部品工場で、T っていうのが組み立て工場です。で、その部品工場から組み立て工場に、まあ、この部品を運びたいわけですね。たくさん運びたい。で、この個の、個っていうのはこの、こう、なんか道を表していて、まあ、なぜかこの場合は、どの道もまあ一方通行なんです。で、この道幅を個の容量でモデル化していると思います。あるいはその、この道を走るのにかかる時間とかですね。そんな感じです。時間はダメですね。時間って言っちゃダメですね。今、時間の話はなしにしてください。時間はなしにしてください。道幅。だから道幅が、大きければ大きいほどたくさん、そこ、なんだろう、トラックとかを出せると思ってください。で、この時に最大流問題ってのは、できるだけ多くの部品を組み立て工場に運ぶっていうことを、まあ、与えているというふうに思ってください。なんか、まあ、そういうイメージを持ってもらうといいかなと思います。だから、この場合は、そのボタンに流せるということですね。で、そうか。一つですね、重要なこと言っておかないといけないのは、この最大流問題とかで言っている、この流れっていうのは、これは、定常状態における流れっていうのを表していると思います。皆さんが、その、なんだろうな、流れっていうものに対してどういうイメージを持ってるのかってちょっとわかんないんですけども、例えば、なんかその電気回路とか、どれぐらい皆さん、例えば
若干あるかわかんないですけど、その電気回路とかっていうのは、なんかその、例えばです、このスイッチを入れた瞬間、その回路全体にですね、定常的に、電流が回るというか、流れるようになるまで、まあ、ちょっと一定の時間かかるんです。一定というか、ある程度の時間かかるんですね。まあ、一瞬ですけど、人間の目からね、一瞬ですけども、ある程度の時間かかるわけです。で、その状態も、まあ、過渡状態とか言いますけど、そこにおける話は、この最大流問題ではしていないと思ってください。だから、まあ、ある程度時間が経って、その定常的になんか流れ続けてるって時に、どういう形に、どういうことが起きているのかってことをモデル化してるっていうふうに思ってください。だから今ですね、このなんかこの、あたかも、最大流問題で、交通の問題をモデル化しているように見せてる気がしますけども、その時に考えている交通っていうのは定常状態におけるな、車の流れとか人の流れとかそういうものであるってことは注意をしてください。で、そうじゃない、そのなんか過渡状態です。例えばなんか朝の通勤ラッシュ時、ラッシュアワーになんかどういうことが起きてるのかとかっていうのは、それは、その時の、短い時間の話なので、あんまりこの最大流問題の枠組みでは捉えるのが難しい、捉えにくい問題であるってこと。があるので、その点は十分注意してください。これは、この流れを使っていろんなものをモデル化しようとするときによく間違えられます。なので、その点は注意をしてください。つまり、なんかここにはですね、時間という概念があんま入ってないというふうに思ってください。でですね、オペレーションズリサーチ基礎を取っていた人にとっては、実は、この最大流問題っていうのは、線形計画問題としてモデル化できるってことが、まあ、パッとわかるかもしれません。だから、今から2分ぐらいで話すのは何かというと、そのオペレーションズリサーチ基礎を取ってる人用の補足で、何かっていうと、なんだっけ、ST 流である、F が ST 流であるという条件は、その流量保存制約と容量制約によって書かれるわけですけども、これはどちらも、この F というこの値の割り当てに関して、線形の条件になります。で、最大化したいものは F の値なんですけども、F の値っていうのも F に関して線形の形の関数で書けます。つまりですね、これは線形の目的関数を持った線形の制約条件を持つ線形計画問題になるので、これは線形計画問題となるわけです。だから、その線形計画問題の理論とかが、まあ、この最大流問題には適用できますし、線形計画問題に対するアルゴリズムを使えば、この最大流問題を解けるわけです。で、まあ、そういう視点で、この最大流問題というのを眺めるという、方法もあるんですけども、その視点は、この講義では、こういう求めないことになります。で、その視点を、追求する場合には、数理計画法っていう、授業が、後学期にありますので、ぜひ取ってください。はい。ではですね、次に、流れとカットの逆走追跡という話をしていきます。何かというと、流れと対になるものを何なのかと考えたい。ですね、前々回、この最大化マッチング、最大マッチングっていうのを考えるときには、頂点起伏というその対になるものを考えて、この頂点起伏の最小化とマッチングの最大化っていうのを同時にやるんだっていうふうな考え方をしたわけです。で、同じことをこの ST 流にもやりたい。その最大 ST 流、その値が最大であるような ST 流を求めたいっていう問題が最大流問題なんですけども、その時に、じゃあ対になる最小化側っていうのは何なのかってことを今から考えていきます。で、ちょっと天下り的になるんですけども、それは今から紹介する ST カットです。で、その ST カットって何かというと、これ定義してますね。ST カットっていうのは、頂点部分集合ラージ S で、S はラージ S の要素であるけども、T はラージ S の要素ではないというもののことを指します。で、今ですね、この例では、このラージ S として、スモール S、A、C、D っていうのを取ってきてると思ってください。で、これは、S、スモール S はラージ S の要素だし、スモール T はラージ S の要素ではないから、ST 角です。いいですか？で、なんでこういうものを考えるのかっていうと、このイメージっていうのがありますけども、S から T へ至る流れ、つまりこれ ST 流のことをやってますけども、ST 流っていうのは、この Large S の側から、
その S の補集合の側に向かっていってって思うわけです。今この S からスタートして、この流れがじわじわとこの T の方に向かっていくっていうふうに思ってほしいんですけども、その時に初めにこの流れ始めたものっていうのは、このラージ S の側にまあいるわけです。で、だん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 その流れが進んでいくと、まあ、T の方に向かっていくので、このラージ S の補集合の方にも入っていくというふうに思うわけです。で、まあ、そういうものを表している、その、なんだろう、流れ始めていってる部分っていうのが、まあ、この ST カットに対応しているというふうに思ってほしいわけです。まあ、そういうイメージを持ってください。で、重要なのはですね、ST カットがあったら、その容量というものが定義できている。これが重要なんですけども、それは、ね、このラージ S の容量っていうのは、まあ、今後このキャップ S って書いてます。これキャパシティですね。キャパシティだからキャップですけども、何かというと、ここに書かれている式で書かれ、定義されるもので、これは、だからこの ST カット、ラージ S に対して定義されるんですけども、これはまたこれ和です。で、何の和かというと、CUV、これ UV という個の容量です。容量、だから個の容量の和です。個の容量の和がカットの容量です。で、どういう個 UV を持ってくるのかというと、それは U が S に入っていて、V が S に入っていない。だから、まあ、気分で書くと、なんか S って、ラージ S って集合があったら、U は S に入っていて、V は S に入っている。っていうような個を考えます。ですか？だから今、この下の例で言うと、そういうような個っていうのは、この A から B に行ってるもの、D から B に行ってるもの、D から T に出てるものっていう、この3つだけです。で、この3つの容量を足したものが、このラージ S の容量で、だからこの場合4たす1たす3で8になります。いいですか？まあ、今ここに名前つけていて、これが A6、A7、A8 っていう3つの個の容量の和が、この ST カットの容量です。いいでしょうか？で、注意しなくちゃいけないのは何かっていうと、この S に入っていっている個、これは数えません。これはカウントしない。カウントというか、その、容量っていうのは、この ST カットの容量の中に和として足されないということになります。ですか。先ほどの例ですね。このカット。ST カットの容量は8です。となります。じゃあちょっと別の例も見てみましょう。今ですね、この SAB というものって言ってると、これも ST カットです。で、この容量は10です。何かっていうと、この出ていってるのは2、2、3、3だって、この和が10だ。です。で、先ほど言った通り、この入っていってる個、この場合 A なんです。これはカットの容量に含めないように注意してください。いいですか？これは非常に間違いやすいです。含めないっていうのは、この1というのは足しも引きもしないです。どちらもしないです。足も引きもしないです。ですね。別の例ですね。SABCD。これも ST カットです。そうすると、出ていってるのは、この AQ という子と A8 という子だけなので、この容量が6になります。この1という容量を持つ A7 という子。これは、支点も終点も S に含まれていますから、これは和に含めないですか。和にも含めないし、引きもしないですか。ということになります。で、別の例じゃなくて、で、で、このカット、ST カットと ST 流っていうのは関係を持っていて、どういう関係かっていうと、これちょっと、流れ書いてなかったから良くないですね。先ほどそのイメージで言った通り、ST 流っていうのは、このラージ S の側から、その補集合の側に向かっていってるというふうに思うわけです。で、向かっていってると思うと、このラージ S じゃなくて、スモール S っていう、この、出発点から、なんか流れ出たものは、このラージ S から、その補集合に向かっていくときに、この A6 か A7 か A8 っていう、こう、まあ、必ず通っていくわけです。通っていくわけです。そうすると、別に言うとすると何かっていうと、この流れていって、その定常的に流れていっている量っていうのは、このラージ S からその補集合に向かっている個の容量の和を超えられません。各個では、その容量制約から、この A6 のという個の容量4を超える量は流れなくって、A7 もこの容量1という量を超えるだけ流れなくって、A8
を流れている量も3に比べられないので、全体としても、この流れにおいては、この4たす1たす3っていう8を超える値を流すことができないわけです。つまり、F の値というのは必ず S の容量以下になります。今言ったこと直感で、これ今から証明するんですけども、これが重要です。事実として。で、これが着想追跡なわけです。マッチングの時には、マッチングと、焦点被覆に対して、M の要素数が C の要素数以下っていう、こういう不等式なんですね。で、見た目は全く同じなんです。M っていうのを最大にしたい方、こっちも F の値最大にしたい方、C、こっち小さくしたい方。だから、やりたいのは実はこの ST カットの容量を小さくすることを実はしたいんですけども、で、その2つがこの、不等式号で結ばれているという形になっているんですね。つまり、ST 流と対になっている概念は ST カットになるということが、この不等式からわかるんですけども、それを今から、説明していきます。で、これは定式なんです。流れとカットの関係として、任意の ST 流と任意の ST カットラージ S に対して、F の値は S のラージ S の容量以下に必ずなります。今からこれ証明していきます。で、そのために、古代 A というのがあります。これ何かというと、任意の ST 流と任意の ST カットラージ S に対して、これが成り立ちます。で、これ何かというと、S から出る総流量から S に入る総流量を引いたものっていうのが F の値になります。ですね。どういうことかっていうと、これ下例ですけども、今この場合、このラージ S っていうのが S、A、B になってますが、この S から出る総流量、これ丸1としますけども、これは、ここで言うと、この、SC、SD、AD、BT というこの上に流れている量です。の和です。で、そうするとこれは1たす2たす0たす3で、これは6になります。一方ですね、後ろの S に入る総流量と、今2としますと、これは、入っている方がですね、この BD というのがあるので、その上を流れている量が1ですね。赤いところが1ですね。というのがあるので、で、そうすると、この右辺は1マイナス、丸1マイナス、丸2で、これが、になるわけです。で、一方、バリエフってこの場合何かっていうと、バリエフなんですかっていうと、S から出ていってる正味の純粒子でした。で、これは2たす2たす1で、これ5と。この2つ等しい。これはどんな流れとどんな ST カットを持ってきても成り立ちます。いいですか？これは演習問題です。演習問題。まあ、いろんな証明法があると思います。演習問題です。で、これ古代なので、この古代を使って先ほどの性質を証明しましょうということになります。ですか？で、これ証明したいことですね。不等式。で、今の古代を使うと、F の値、この証明したいものの先ですね、はこう書けるということがわかるわけです。でしょうか。で、そうするとですね、まず、この FUV っていうのは、容量制約から、これ全部0以上になってます。これですね。ここ全部0以上です。だから、0以上のものを、0以上のものを引いていたのをやめると、それは値が大きくなるかもしれません。いいですか？でも小さくならない。いいですか？じゃあ次、この部分っていうのは、これまた容量制約から、これ必ず、容量以下になります。この流れている量は容量以下になります。いいですか？で、これも不等式が出られます。そうすると、ここに書いてあるのは実は、これは実は、容量の、ST カットの容量の定義から S の容量になるわけです。ラージ S の容量になるわけです。で、それが証明したかった右辺になるということで証明終わります。いいでしょうか？ということで、F の値は必ずラージ S の容量以下になるということになるわけです。やりましたね。で、これで、つまり、ST カットの容量を最小化したいって気持ちになってきたので、その最小 ST カットっていうのを定義しましょう。これは、
任意の SD カット S プライムに対して、容量を比べたときに、S の容量の方が S プライムの容量以下になるような SD カットラージ S のことです。最小 SD カットと言います。そうすると、先ほど言ったのは、F が ST10 で、ラージ S が ST カットだったら、その不等式を目指しますということだったんだけども、実は、これはどんな ST 流、どんな ST カットの話を言えるので、F が特に最大 ST 流で、S が最小 ST カットであれば、この不等式になりますということも言えます。で、これが、その、弱相対性ですね。で、これが重要になっています。なんでかというと、これによって、ST 流が最大 ST 流であることを証明できるようになるからです。なぜか。この原理をもう一回、やろうとすると、このマッチングの時と同じなんですけども、例えばですね、その ST 流として値が5であるものが見つかると、これによって最大 ST 流の値が5以上だということがわかります。以上だということがわかります。もしかしたら、これよりも値も大きい ST 流があるかもしれないですね。だけども、そういうものが、この値が5の ST 流があれば、最大 ST 流の値が5以上だということがわかります。一方で、ST カットとして、その容量が5であるものが見つかったら、そこから最大 ST 流の値が5以下だということがわかります。いいですか？これは先ほどの原理を使っているわけです。これですね。原理を使っている。そうすると、つまり、この2つのことから、最大 ST 流の値がイコール5であるということがわかるわけです。つまり、左側に書かれているこの ST 流は最大 ST 流であり、右側に書かれている ST カットは最小 ST カットであるということがわかるということになります。よろしいでしょうか。つまり、先ほどの問いに対して答えを言うと、この ST 流が最大 ST 流であることを証明するときには、対となるものとして ST カットを考えればよろしいということになります。で、そうするとですね、ここまではそのマッチングのときの話と同じなんですけども、この最大流においてはもっとすごいことが言えます。で、何かというと、これマッチングのときも問題になったんですけども、値と容量が同じになるような ST 流と ST カットが存在すれば、その流れが最大流であるということが証明できるってことだったんだけども、そういう F と S っていうのは存在しないかもしれないわけです。で、しない場合には、そういうこの証明法を使えないわけですね。で、それが大問題。これはそのマッチングの時も、その要素数が同じであるような超低起伏が存在しないと、あの手法を使えないってことになっていたわけです。しかしですね、この最大流問題においては、必ずそうなる ST 流と ST カットというのは存在するということが言えます。これ非常に強力ですね。つまり何かというと、先ほど言った通り、この等しくなるような F と S は存在しないと、この手法で証明できないんですけども、この手法は必ず使えるということが、必ず使えるというのは何か、どんな状況を持ってきても、この等式を満たすような F と S というのは必ず存在するということが言えます。これはすごいですね。で、これが最大流最小カット定理と呼ばれるものです。書いてみます。これが今から証明したいことで、これが最大流最小カット定理とか、競争対定理と呼ばれるものです。何かというと、最大流 F、最小 ST カット、ラージ S があったら、F の値とラージ S の容量は必ず等しくなります。これはすごいですね。で、注意がありますね。この弱相対性、さっき言ったものは何かというと、等しくなるようなものが存在すれば、それらは最大 ST 流、最小 ST カットであることが証明できるというふうに言ったんですけども、この強相対定理、上の方で言ってのは何かというと、そのような F と S は必ず存在するということを言ってきます。つまり、最大性とか最小性っていうのを証明しようとする場合には、この過程が成り立っていなくてはいけないんですけども、その過程が必ず成り立つってことが言えるっていうのが、この競争中性の言ってることです。つまり、まあ、弱相対性を使えば、その最適性、最大性や最小性では証明できるっていうことはお芝居なんですけども、その
定義が使えるよってことを保証してくれるのが、この競争追跡になっているということになるわけです。いいでしょうか。まあ一応、弱層追跡の協力感、競争追跡の安心感ですね。ここに書きましたけども、弱層追跡を使えば、最大性証明できるっていうことを保証してくれる競争追跡はその安心感を与えてくれるというわけです。でですね、この競争追跡最大流最小発動定理っていうのは、フォードとファルカーソンが証明したということで、まあ一応顔を上げてみます。まあこんな感じですね。で、これを証明していこうと思うんですけども、ですね、この講義では、今からは、容量が整数の場合のみ、容量が整数っていうのは、各個に対して、この CA っていう容量が整数っていう意味だと思ってます。で、その時に証明します。でですね、容量が整数じゃない場合となると、例えば有理数とかですね、無理数っていう場合があるんですけども、有理数の場合は実は、整数の場合とほぼ変わらないです。なんでかというと、その全ての CA が有理数だったら、その分母の値を全部、容量にかけてあげると、容量が整数になるからです。で、そのことによって、このカットの、容量であるとか、F の値っていうのは、その整数倍したその整数、何で見てみると、その分母の値、倍にしかならないので、その容量が、有理数の場合っていうのは、本質的に容量が整数であると変わらないです。一方でですね、容量が無理数の場合っていうのは、これ本質的に違います。本質的に違います。で、この場合の証明を行うことは、ちょっとこの、講義ではやらないので、まあ、そういうつもりでいてください。でですね、どういうふうに証明するかっていうと、このアルゴリズムによる証明っていうのをします。前回ですね、マッチングのモデル化のところで、安定の割り当てが存在するっていうときに、受け入れ保留アルゴリズムを使った証明っていうのをやったんですけども、この、今回のですね、この最大流最小確定を証明するために、アルゴリズムを使います。で、そのアルゴリズムを紹介しなくちゃいけないんですけども、これがですね、案外大変なんですね。で、今日もちょっと時間が伸びそうな感じがするかな。わかんないな。まあ、やっていきますね。時間伸びないように頑張ってやっていこうと思うんですけども、どんな感じかというと、それを今から、やっていくんですけども、まあ、アルゴリズムとして今から紹介するのは、何になるかっていうことなんですけども、先ほど言った通りですね、そのオペレーションのリサーチ基礎を取った人にとっては、線形計画問題として、この最大流問題をモデル化すると、形式化すると、線形計画法のアルゴリズム使えます。という形になるんですけども、この話は、この講義ではせずに、今からやるのは最大流問題独自のアルゴリズムっていうのをご紹介します。で、まあ、そういうアルゴリズムも実はいくつかあるんですけども、今からやってるのは、この増加動法と呼ばれるものです。で、増加動法を理解するのは、割と大変なんですけども、これはですね、いろいろな、その離散最適化手法を考えるときによく出てくるアルゴリズムなので、まあ、そういう意味では、この講義はですね、アルゴリズムをやらないとか言っておきながら、この証明のためにアルゴリズムを紹介します。だから、アルゴリズムを紹介するということがメインではないんですけども、この証明を行うための手法としてアルゴリズムを紹介します。ただ、その計算量の解析とかしません。けども、アルゴリズムを紹介します。でですね、この増加動法においては、ここに書いてある補助ネットワークと増加動っていう概念が重要になってきます。増加動はですね、マッチングの時にも出てきたんですけども、今これ考えているのは有効グラフであって、マッチングの時と状況違うので、だからこの最大流問題に対する増加度という、そのマッチングの時に考えた増加度とは違うものを増加度ということになるので、それも注意してください。で、基本的なアイデア。水を流すというようなイメージを初めに持ってほしいというふうに言ったんですけども、このですね、流れって実は道に沿った流れに分解できます。どういうことかというと、今、このようにですね、全体として、このネットワークに、この水が流れてる。有効グラフの、この上を水が流れてるっていうふうに見てるんですけども、実は、これは、今、色をつけたんですけども、この中、オレンジの部分、となんか紫の部分、と緑の部分、となんかピンクの部分、っていうふうな、これ、なんか分けられるわけですね。なんか、
なんか、なんと、まあ、こう、水が流れてるんですけども、その水の分子、一個一個をこう追っていくっていうのは気持ちで言いましょう。で、一個一個追っていくと、その一個一個っていうのは、このオレンジとか、紫とか、緑とか、ピンクの、まあ、どれかに沿って流れてるっていうふうに思えるわけです。ですか？まあ、もしかしたらね、このピンクに沿っていっていると思い、なんか実はなんかこう、逆戻りして、またなんか、進んで、なんか戻って、また進んで、とか、こういうふうに進んでるっていう可能性はあるんだけども、で、まあ、そういうふうに進んでるんだとしても、それはなんか、この行って帰っているところっていうことを、まあ、キャンセルすると、全体としてはこのピンクに沿って動いてるっていうのが見えるので、まあ、そういうふうに思ってほしいということになります。で、今から考える増加動向っていうのは、この道に流れた、道に沿った流れっていうのを次々見つけていくというふうに思ってください。まあ、ちょっと違うんですけども、その、まあ、イメージとしてそういうふうに思ってます。で、この増加動向っていうのはどういうふうに動くのかというと、まず、任意の ST 流から始めます。何でもいいです。まあ、例えば、全部ゼロっていうのは、ST 流ですっていうふうに言っていたので、まあ、そこから始めるというふうにしましょう。で、何をするかっていうと、まず、今考えている ST 流から補助ネットワークというものを作ります。で、残余ネットワークとも呼ばれるんですけども、この補助ネットワークというものを作ります。で、補助ネットワークの作り方っていうのがあるんですが、今この場合はですね、このゼロ、全部ゼロっていう流れに対しては、この補助ネットワークは元のグラフと同じなので、まあ、ここではまだ補助ネットワーク定義せずに、次の段階のところで定義することにします。が、まあ、これは補助ネットワークですもの。で、何をするか。補助ネットワークにおいて、S を始点、T を終点とする道を見つけます。ここで言ってるのは、有効グラフだから有効度です。有効度を見つけます。何でもいいです。有効度を見つけます。で、この場合は、この SADT ってこういう有効度を見つけましたとします。で、このような道を増加度と言います。このようにですね、その補助ネットワークにおける S を始点、T を終点とする道のことを有効、増加度と呼びます。で、何をするかっていうと、この道に沿って流すってことをします。で、流すときに、できる限り流します。できる限り流すというのは何かっていうと、今、この SA の容量2、AD の容量3、DT の容量3っていうふうになっているので、この道に沿って、流そうと思ったら、この道に現れる3つの個の容量の最小値である2だけは、頑張って流せます。3流そうと思ったら、この SA のところで引っかかっちゃうから3は流さないわけです。だから、この道に沿って流せるだけ2を流すってことをします。それが次のステップで、道に沿ってできる限り流れを動かさせる。で、この今2だけ流すことを決めたので、その2だけ流すっていうのを、この元のネットワークでも行います。そうすると、ここに2流れるっていう状況の流れができます。で、ポイントは何かっていうと、このようにした今、この赤い数字の割り当てっていうのは、これは流れになってます。なんでかっていうと、今、この流れてる数値は容量を超えてないわけです。今の作り方からですね。さらに、これは道に沿って流れてるので、この道に現れている頂点においては、2入って2出るという流量保存制約が必ず満たされるわけです。で、この道に入ってない頂点 B とか C においては、その入ってくる量や出ていく量は変化してませんから、元々の数値が流れであれば、今、ここに作られている値の割り当ても流れになっているということになるわけです。つまり、これによって流れであるという性質は保たれて、なおかつ、2だけ流したっていうふうな形で、この、流れの値は増えてるわけです。増えました。実際、0から2に。で、これを繰り返していきます。で、先ほどの記事は何なのかというと、まず、補助ネットワークを作成して、次に増加度を見つけます。ところにつきます。で、それに沿って流れを増加させる。ってことをやるっていうのを繰り返します。で、次にやるのは、今この流れにおいて、補助ネットワークを作るということになります。で、この場合はですね、この右に書いてあるものが、補助ネットワークになります。で、これはですね、元のグラフとは違うグラフになっているわけです。で、ポイントはですね、まず、頂点集合は同じです。頂点集合は同じです。で、個と、その容量が変わってます。で、どこがどう変わったかというと、実はですね、今、この SADT に沿って2だけ、流したんです
ですけども、その SADT に沿って、この個の様子が変わっています。他の部分では変わってないです。部分変わってないです。で、どう変わるのかっていうと、補助ネットワークにおいては、2兆点か2個があるってことを、その個を通してまた流せることというふうに解釈します。例えばですね、A から D に向かっている個を見ると、その個の容量は3なんですけども、今その個の上には2だけ流れています。2だけ流れてるってことは、この A から D に向かってまだ1だけ流す余裕があるということになるわけです。で、その余裕を表すために、 A から D に向かっている個には1という容量をこのフォトネットワークではつけてあげるということをします。同じことは D から T に向かっている個においても言えます。でですね、その2つの個に対して、このフォトネットワークでは逆向きの個があります。D から A に向かって2という容量の個が向かっているんですけども、これは何を意味するかというと、今 A から D には2だけ流れているんですけども、この2という量を0まで減らすこともできますということを表すために、逆向きに2っていうのをつけていると思ってください。いいですか。で、そうすると、この S から A に向かっている個、もともとのグラフの上では、容量は2であり、そこに今2だけ流れているということになります。そうすると、補助ネットワークにおいては、もう S から A に向かって容量を増やすことはできませんから、S から A に向かった個は補助ネットワークにかかれないということになります。一方で、この量を2減らすことはできるので、逆向き A から S に向かって容量2の個がここでは付けられています。いいでしょうか。このように、この逆向きの個っていうのが、この補助ネットワークにはついてくるので、それには注意してください。いいですか。で、今から、じゃあ補助ネットワーク一般的にどう作るのかっていうことを、説明します。で、これはちょっと、書いちゃったというか、もうこれ見てもめまいがしそうですけども、まあ、説明しますね。STUF に対する補助ネットワークっていうような言葉遣いをします。まあ、に関するっていうふうに言う場合もあると思いますけども、まあ、ここでは対するっていうふうに言ってます。で、何かというと、これは、まあ、有効グラフと容量を対にしたものですけども、だからこれはその、先ほどの例のような形ですね。こういうものであって、で、このまず有効グラフの方は、まあ、この F という ST 流に、依存するので、まあ、GF と書いてます。まあ、この GF という記号を使うかどうかということは、文献によりますけども、この行為では GF と書くことになります。で、頂点集合は元々の有効グラフと同じです。ですね。で、個集合が今変わるんですけども、で、個集合にこれ AF と書いてます。で、これはどういうふうになるかというと、この AF という個集合は AFF っていうのと AFB っていうものに分けられます。基本は AFF っていうのは順向きの個集合。順向きの個集合っていうのは、もともとの有効グラフのラージ A というものがあった、それと、まあ、同じ向きの、個の集合だと思っています。で、AFB といったら、これは、逆向きの個の集合だと思ってください。で、まあ、イメージ図。元のネットワークですね、この有効グラフにおいては、U から B に向かっているこの容量が CUV で、その上に FUV の時が流れてるっていうことを考えてます。で、そうしたら、それに対して補助ネットワークでは、この順向きの個と逆向きの個があって、順向きの個っていうのはどういうふうに作られるのか、いつ作られるかっていうと、あ、これですね、これ順向きの個の集合ですけども、まずこの UV っていうのは元のグラフの個であって、そこに流れている量っていうのは容量と等しくない。だからこれイコールがない。真に小さい。ところだけ、この順向きの個を持ってきます。で、逆向きの個、つまりですね、だから UV が個であったら、その逆向きが VU っていうのを持ってきます。で、そうしたら、それは、いつ持ってこなくちゃいけないかというと、この UV の量、流れている量が0よりも真に大きい時に、この逆向きの項を持ってきます。いいですか。で、その容量っていうのを定義するんですけども、容量は何かっていうと、順向きの項に対しては、その、元々のネットワークにおける容量から流れている量を引いたもの
先ほど言ったその、あとどれだけ流せるかというものを表したり。で、逆向きの方は、これは今流れている量そのものを容量とします。だからこれだけ減らせるということですね。まあ、そのイメージを書いたのが、この右側の図です。いいでしょうか。今から1分ぐらい細かい話をします。この定義はちょっと問題があって、なんでかっていうと、元の有効グラフにおいて、そもそも、この U と V の間に両向きの弧がある場合。この場合に、プロネットワークにおいて何が起きる可能性があるかっていうと、これ元ね。プロネットワークにおいて、この U から V に向かっている弧に対応して、順向きと逆向きの弧がつけられて、この逆向きの、元の有効グラフにおいて、元の有効グラフにおいて、V から U に向かっている弧に対して、順向きと逆向きっていうのが、補助ネットワークで、つけられることがあることがあり得ます。で、そうするとですね、補助ネットワークにおいて、U から V に向かっている弧が2つ存在してしまうような形になってしまって、こういうようなことは、まあ、本来は、この有効グラフの記法、まあ、集合の記法においては許されないものになっているわけです。で、まあ、こういう問題が、この定義そのものではあり得ます。あり得ます。あり得ます。だけども、まあ、こういうことが起きた場合には何をするかというと、この順向きの U から V に向かっている弧を一つにまとめてしまいます。で、一つにまとめて、その容量を足したものとするわけです。で、そういうことによって、ちゃんと、この補助ネットワークっていうのを、ちゃんとその有効グラフとして定義できるようになります。で、それを書き始めると、ここの定義がここで見てるよりももっと複雑になってしまうので、ちょっとそれは書かないことにしてます。だから、まあ、どちらかというと、その G という有効グラフにおいては、この、U と V っていう、2頂点の間に両向きに互い違いになっているような弧が、まあ、存在しないときに、この定義が使えるというふうに思ってください。ただですね、今後、そのモデル化をするときに、こういう状況が出てくるので、まあ、そういうときにはちゃんと今言った注意を、考慮して、このプロネットワークを作るために必要があるということになります。まあ、この講義では、その別にアルゴリズムを実装したりしないので、まあ、それは、無視してもらってもいいんですけども、本当にちゃんと定義しようとするときは、そういう注意をしなくちゃいけないということは、ちょっと思っていてください。はい。だから、まあ、細かい注意です。はい。で、まあ、この定義に基づいて、プロネットワークを先ほどのように作って、何をするかっていうと、プロネットワークにおいて、S を支点、T を終点とする道につきます。まあ、何でもいいんだけども、じゃこの S、D、A、B、T という道を見つけたとします。で、次にあるのは、この道に沿って流せるだけ流す。そうします。で、そうすると、この道に沿って、容量が2、2、4、3なので、この道に沿って2単位だけ流せます。で、2単位だけ流すと、まあ、このような222ですね。で、それをここに持ってきます。222。で、そうすると、何が起こるかっていうと、S から D には、向かって2流すことになって、次は D から A に向かって2流すので、これは何に対応するかっていうと、これは逆向きの弧なので、もともと2流れてるところの量を0に戻す。2マイナス2を0に戻すということになります。で、その次に A から B に2流して、B から T に2流す。という形で、元のネットワークにおいて、流量が2増えることになります。こんな感じですね。値が2増えることになります。この A から D に向かっていった部分の量が0になっていることに注意します。で、これも先ほど言った通り、このようにして増加させた後の状況もちゃんと ST 流になっているということになるわけです。じゃあ、この手順、また繰り返しましょう。このネットワークを作ります。ですね。この AB のところは、4の要領のところ2だけ流れてますから、順向きに2、逆向きに2という感じになっています。ですか。で、この補助ネットワークで S から T に向かっていく道を探します。何でもいいです。こんな感じですね。じゃあ S、C、D、T と流しましょう。で、ここ見ると容量は2、1、1、1ですから、頑張って流して流せる量は1です。で、1だけ流します。で、この1だけ流れしている量部分をここに持っていくと。そうすると、値が1増えます。1増えた
流れができます。で、また、この手順を繰り返します。で、なんだっけ、コーディネートワーク作ります。作りました。こんな感じですね。で、作って S を支点、T を終点とする道を見つける。そうするんですけども、この場合はですね、この補助ネットワークで S を支点として T を終点とするような道がないんですね。で、そうすると、このアルゴリズムは次の段階に行きます。いいでしょうか。次の段階です。で、何をするかというと、補助ネットワークにおいて、今この補助ネットワーク、S から到達可能な頂点をすでにする。到達可能とは何かっていうと、S を支点として、V を終点とするような道の V を全部集めていくことをします。で、ここですね。補助ネットワークにおいて、S を支点として、V を終点とする道が存在するような V を全部集めてきて、集合ラージ S とします。で、そうすると、このラージ S は ST カットです。なぜか。今、このような操作というか、このようなラージ S を考える、状況に陥った時の前提として、S を支点として T を終点とするような道は存在しないと言っていたわけです。つまり、その過程から、T っていうのは、このラージ S には含まれないということになります。要素として含まれないということになります。で、一方で、S を支点として S を終点とするような道っていうのは、これ必ずあります。長さゼロの道です。なので、スモール S っていうのは必ずラージ S の要素なわけです。で、この2条件を満たすような頂点部分集合が ST カットであるというのが ST カットの定義でしたから、その定義に基づけば、このラージ S は ST カットであるということが言えるわけです。いいですか？いいですか？で、このラージ S 考えます。で、実はですね、このラージ S の容量を見ると、どうなってかっていうと、これ、元のグラフですね。いいですか。元のグラフ、元のネットワークによって、今このラージ S 持ってきました。で、じゃあラージ S が出ている、この容量を足すと、2足す2足す1.5になっています。ですか。だから S の容量は、この場合、5になっています。一方、この赤いところで得られている F の値っていうのは、これは5になっています。つまり、値と容量が等しい F と S が得られたことになるので、今ここで得られているものは最大 ST と最小 ST カットですということになって、確かに最大 ST が見つかったと。アルゴリズム停止したら出力するという形で終わることができるわけです。これが増加動向になります。いいですか？ちょっと、まとめをすると、こんな感じですね。まあ、はじめ、まあ、ST 流を全部ゼロのようなものとして、初期化して、その後、この1から4を、行います。F に対する補助ネットワークをまず作ります。GFCF ですね。で、この GF というグラフにおいて、S を支点、T を終点とする道を見つけて、見つかったら、混在したら、その道に沿って流れを増加させて、一時に戻ると。そうじゃなかったら、F を出力すれば、この時に最大 ST 流になるというのが、先ほどの、7JS を作った時の考え方から言えます。ってことを今から証明します。つまり、正当性ですね。増加動向が停止した時、最大流を本当に出力するってことを、今の例では成り立っているんだけども、これがどんな場合でも成り立つってことを証明します。で、もう一個。増加動向が、これ必ず停止します。上の整数というのは、停止したときに、その出力が最大 ST 流であるということを言ってるんだけども、この停止するっていう条件が必ず満たされるってことも言います。ですか？で、この二つ今証明していきましょう。で、ちなみに、アルゴリズムを考えるときには、もう一つその効率性とか計算量を考えたいんですけども、ここではまあ計算量は、まあ、無視するにします。無視するというか、まあ、停止性さえ言えれば、これ証明できるんで、証明ってその最大流、最小カット定理で証明できるので、それだけあります。じゃあ、まず、なんで、最大限なのかということを言うと、まあ、先ほど言った通りですね。この、
言ったとおりで、言うか、それ今、照明のアイデアを言うんですけども、先ほどはですね、この補助ネットワークで、このラージ S っていうのをこれ作ったんですけども、何かというと、このラージ S から出ていくことはないわけです。なんでかっていうと、そうだったとすると、このスモール S から到達できる焦点が、今ここに考えているものよりも大きくなってしまうからです。だから、このラージ S 今作ったんですけども、ラージ S と関係してる辺、個っていうのは必ずそこにこう入っていった形になります。補助ネットワークみたいな。ですか。そうじゃないと、このラージ S もっと大きな仕事になってしまいます。で、それを元のグラフで見てみると、元のグラフにおいて、この出ている、このラージ S が出ている個があるんだったら、補助ネットワークにおいてそれが逆向きしかないってことは、この元のグラフにおいては、このラージ S から出ていっている個の上は必ず容量いっぱい流れているところになります。それは、補助ネットワークの作り方からわかります。ですか。つまり、この出ていっている個を見ると、そこの上の容量と流れている量が等しいということになります。ですか。で、この ST カットがあったときに、ST カットから出ていっているその準流出っていうのが、F の値になるっていうのは、補題 A でした。ので、そこから、この容量の和、あ、ごめんなさい、この容量の和と流量の和が等しくなるということが分かるということになります。で、それを、まあ、一般化して、今から証明していくということになるわけです。それをやっていきます。で、それが、ですね、増加動向が停止したとき、その出力 F が最大 ST であることを証明します。で、もう一回やりますね。で、今の考え方に従ってやっていきます。だから、つまり、この元のネットワークにおける状況と、補助ネットワークにおける状況っていうのは、比べながら考えていくわけです。で、今、仮定、ね、増加動向が停止したってことを仮定しますか、その時の状況を考えます。で、停止したときに、このラージ S っていうのを作ります。出力 F に対する補助ネットワークにおいて、スモール S を支点とする有効動の中点全体の集合をラージします。先ほどの式と同じです。で、そうすると、先ほど言った通り、ラージ S は ST カットです。なぜかというと、P に S からたどり着けないわけですから、この、T はラージ S の要素ではなくて、なおかつ、スモール S というのは必ず、スモール S からスモール S に向かっていく長さ0の、位置を持ちますから、スモール S は必ずラージ S に向かうことになって、ST カットの定義からラージ S と ST カットになります。ですね。で、そうすると、今このラージ S っていうものの作り方から、補助ネットワークの個で、U を支点として、あれが、ラージ S の頂点を支点として、その補集合の頂点を終点とするような個は存在しない。この出てってるような個っていうのは存在しませんよ、ということになります。もし存在するとすると、その先の頂点っていうのも S に含まれなくていけなくなるからです。こういうのはないということになります。で、ここで、元のネットワーク見ましょう。こちらですね。元のネットワーク見ると、その S に入っている頂点と S に入ってない頂点の間を結ぶような個というのはいくつかあるかもしれないわけですね。で、あるかもしれなくて、その中で、S の方を支点、S の補集合の方を終点とするような個をまず考えましょう。ここですね。考えます。で、そうすると、この U から V に向かっていっている個というのは、この補助ネットワークにはないわけです。ここは何が言えるかっていうと、この、U を支点、V を終点とする個の上を流れている流量っていうのは、この、その個の容量と等しくなくてはいけません。今、この F1 と書いてあるこの量は C1 と等しいわけです。C1 の容量と等しくなります。それがこの下の方の F3 についても言えます。F3 はこの C3 と等しくなきゃいけないということになるわけです。それがここに書いてあるんですね。いいですか。一方で、この、S の頂点を終点として、S の、補集合の頂点を支点とするような項もあるかもしれません。
これ入力、こうなっている場合。で、そのようなところを見ると、補助ネットワークにおいては、V から U に向かっているコアないということになるわけです。いいですか？ってことは、この元のネットワークにおいて C2 という容量を持つ、この UV という個の上の流れ、この F2 っていうのは、これは0じゃなくちゃいけないということになります。もしこれが正だったら、この逆向きの個が存在してしまうので、ここは流れている個0じゃないといけないということになります。つまりこの F2 の量、これ0になります。ですか？いいですか？ここは右ですか？ここから何が分かるかというと、先ほどの課題 A というのがあったので、課題 A は何だったかというと、F の値というのは、その、ラージ S という ST カットがあったら、その ST カットが出ている量と、ST カットに入ってくる量を見て、その前者から公式を引いたものになりますよ、ということなんです。で、今の F に関する考察から何が言えるかというと、出ていっている量というのは、出ていっている個における、その F の値っていうのはちょうど、その個の量と等しくって、入ってきてる個の上の流れてる量は0と等しいということが分かったんです。これ等しいイコールですね。となります。後ろはこれ0なので、これ消えます。前の部分、これ何かっていうと、これは、またこれ取りも直さず、これは S の容量なわけです。これ定義ですね。押すと、つまり、この F と S において、値と容量が等しくなるという結論が得られました。ですね。つまり、バル F とキャップ S は等しくなり、弱相対性から F は最大 S という、S は最小 S カットだということが言えるということになります。興味のことになってしまいますね。いいでしょうか。で、これで、その、正当性ですね。停止したときには必ず最大 ST 流が得られているということが分かりました。じゃあなぜ停止するんでしょうかと。今、容量は全部整数だというふうに仮定しています。ので、最小 ST カットの容量も整数です。で最小 ST カット、ST カットの容量っていうのは容量の場ですから、どの容量も整数だったら、どの個の容量も整数だったら、最小 ST カットの容量も整数です。で、容量は整数なので、フォトネットワークの容量も1以上の整数です。で、こうやって、今これフォトネットワーク作ってるんですけども、フォトネットワーク作った時の各個の容量も必ず整数になります。これは本来ちゃんと、証明する必要があるんですけども、雰囲気を言うと、何かというと、もともとこの各個の容量は整数なわけです。各個の容量は整数なわけです。だから、C、UV、もともとの、これは整数ですね。整数ですね。で、補助ネットワークの、補助ネットワークの個の容量はどのように決まるかって、どのように決まったかというと、それは C、順向きの場合は C、UV-F、UV というふうな、これ順向きの場合ですね。で逆向きの場合は FUV だったんです。逆向きの場合。で今ですね、この FUV が整数であるならば、FUV が整数であるならば、CUV は整数なので、これどちらも整数になります。整数になります。ですか。でそうすると問題はですね、じゃあこの FUV っていうのは本当に整数なのかってことになるんですけども、FUV をどのように作っていくかというと、この、補助ネットワークにおいて、S から T に向かっていく道を1個取って、その道の上で流せるだけ流すってやったわけです。で、流せるだけ流すってことをやったときには、何を考えていたかというと、その道に沿っている項を全部見ていって、その項の容量の最小値を取ったんです。そうすると、この補助ネットワークの容に現れる個の容量が全部整数だったら、その道に現れる個の容量も全部整数になるわけです。つまり、その道に沿って流す新しい流れの増分も必ず整数になります。
つまり、このアルゴリズムの実行においては、どの段階でも、この FUV といったものが清楚になります。つまり、このフォトネットワークの用語が必ず整数になるということが言えます。で、それがずっとずっと積み重なっていきますから、どの段階においても、この FUV、この上に流れている流れの量っていうのは必ず整数になるわけです。で、なおかつ、その、道に沿って流すたびに、必ず流れの値は1以上増えます。その何かっていうと、その道に沿った流れで流せる量というのは必ず整数だから1以上なわけです。1以上の整数増えます。つまり、何を言ってるかっていうと、流れの値はどん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 1以上、その整数の値が増えていきます。だけども、その値っていうのは最小 ST カットの容量を超えられません。で、ポイントは何かっていうと、最小 ST カットの容量っていうのは、これ必ず決まってるわけです。なぜかっていうと、ST カットっていうのは、頂点の部分集合なので、これ有限個しかないわけです。有限個しかないので、この最小 ST カットっていうのは、あります。必ず存在します。初めの方で、最大 ST 量が存在するかどうかわかんない。それは無限にあるから、ST 量が無限にあるからっていうふうに言ったんだけども、最小 ST カットの方は有限個しか、ST カットの方は有限個しかないから、最小 ST カットはこれ必ずあるわけです。必ずあります。ですか。で、その最小 ST カット容量もあって、そのなんか整数になっているので、流れの値が1以上反復のために増えていくんだけども、最小 ST カット容量は超えられない。弱相対性から超えられないので、その一致したときに必ず、このアルゴリズムはストップします。だから反復回数は有限になって停止するということになります。まあ、これ略称、今、略称なので、これちゃんと書くためには、ちゃんとした文章にしなくちゃいけませんけども、まあ、こういうイメージで、容量が整数の場合には必ず停止するということがわかります。つまり、これと合わせることによって、思います。これと合わせることによって、停止性と正当性が入れていたので、最大流、最小カット定理が成り立つということが言えました。いいでしょうか。これで最大流、最小カット定理の証明は終わりです。で、一方で、この証明が何が言えるかっていうと、必ず、容量が整数であるならば、出力される最大 ST 流っていうのの値、どの個における値も整数になる。ということが言っています。で、これはまた重要なポイントで、それを今、整数流定理という名前で言うんですけども、何かというと、すべての個の容量が整数だったら、どの個に流れる量も整数である最大流が存在するということになります。ですから、これはその値が整数であるわけじゃなくて、どの個に流れている量も整数であるような最大 ST 流が存在するということが、今の証明かと言えます。いいですか。で、これ整数流定理で、これが今後重要な役割を果たします。それで、これも押さえておいてください。はい。で、今からちょっと増加動向というか、この最大流、最小カット定理に関する注意があります。この要領に無理数が出てくるときには、この増加動向が有限ステップで終了しなかったり、増加動向の収束が最大流でないことっていうのがあります。この2つが同時に起こることもあります。だから、そういう意味では、この増加動向というのは、個の容量に無理数があるときには、正しいアルゴリズムにはなりません。そもそも停止しないかもしれない。で、実はですね、増加動向というのは、この増加動の選び方に、まあ、任意性があって、補助ネットワークにおいて、S を始点として T を終点とする道を選ぶんだけども、その道の選び方に工夫を行う余地があります。で、工夫しないのが初めの、まあ、何もそこに工夫を入れないのが初めに、そのフォードとパルカーソンが提案した形で、まあ、それをフォードとパルカーソンのアルゴリズムに対するとあるんですけども、そこで幅優先探索を用いるという工夫を、エドモンズとカープが行って、まあ、それの時にエドモンズカープのアルゴリズムという時があるんですけども、このエドモンズカープのアルゴリズムは実は多項式時間アルゴリズムであり、なおかつ、この要領に無理数がある時にも正しく動作します。例外が欲しいですね。なので、まあ、実際には、このエドモンズカープのアルゴリズムっていうのを使うと、個の容量が無理数であるときにも、
最大流最小カットという正しいというか証明できるんですけども、それはちょっとこの行為の範囲を超えるので、それはここでは話しません。では今日のまとめをします。今日は最大流問題というものを定義して、流れが何なのかということと、その基本性質を証明するということと、流れと後の相対性、弱相対性と強相対性と両方あるという話がありました。で、重要な定義は最大流最小カット定理性数流定というものでした。で、これを使って次回以降、処理モデル化を行っていきます。今日の授業はここまでになります。